はい、こんにちは。パラエストラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そして今日は、お隣にはお久しぶりです。はい、はい、僕も本当に久しぶりで申し訳ございません。ご無沙汰してます、はい、中西隆二と申します。中西隆二さん、あのホットステーションで何ヶ月前ですかね、半年も前になりますかね、初登場がですね、ですね、はい、その時も2曲ぐらい、はい、あのそう2回撮りをしたっていうのを覚えております、はい、で、今日は久々、あの相変わらずお元気で、はい、なんかおかげさまでもう72もなってまだ元気です。あのもう早速ちょっと時間があれなので、もうすぐまずはですね、あの近いライブでいきます。8月19日ですね、はい、これは小さな菜園ライブといいまして、中西隆二さんと、これ荒荘さんなんですか、この博多のもう、うん、それこそもう77歳なんですけど、はい、77歳、はいはい、うん、僕の、同郷の先輩で、タタクの同窓なんですね。同窓の先輩なんですね。約5つも違う。あ、5つ違いですね。なのに同窓に。同窓で同郷ですね。同郷、はい。こっちは場所はどこですかね。場所は立ち洗原地蔵という。立ち洗い、はい。立ち洗町ですね。平和公園記念館の手前にですね。前売りが1500円、当日が2000円となっております。もし立ち洗いの方、お近くの方、いらっしゃいましたら、8月19日の土曜日ですね、これは ね、1時半会場、開演が2時からとなっておりますので、よろしくお願いします。そしてですね、実を言うともう一個推しのライブがあります。9月16日、これはあれですよね、あの場所が変わったっていう。そうですね、あのライブのあれですよね、会場がちょっとあの木山のキーの蔵というところから、キーの蔵ね、ライブステージの変わったんですね。タイトルは第3回優しい歌声コンサートは変わってないんですね、はいはい、9月16日、内容も変わってますね、うん、16日土曜日、はい、時間も11時で11時半からで、ライフステージ木山2階メヌエットっていう場所ですかね、はい、こっちも前売り予約が2000円、当日2500円で、小学生以下は無料となっております。一応出演ですわね、出演ですわねっておかしいですね急にお姉言葉になっちゃって出演者はですね、はい、リチャリー、あ、リチャリー、ペルーから、あ、ペルーから来るんですね、はい、で中西隆二さん、うん、で表現の絆未来、これは木山の子供たちですね、うん、そしてぽやぽや、ぽやぽやは熊本から、熊本から、はい、これビビモス、はい、ビビモスはライフステージの障害者バンドです。あ、なるほど、はい、そして佐久間純平さんという、佐久間純平は先輩ですか、は、南高雪、じゃあ南高雪の、うん、バックバンドの、はい、バイオリン、ギター、はい、バンジョー、もういろんな弦楽器すべてを担当している、あ、すごい方なんですね、はい、僕よりちょっと下ですけど、あ、年下だけど、まあ、すごい、はい、すごいメジャーな人、メジャーな人なんですね、はい、はい、そんな感じで、なんかずっと定期的にライブコンサートはもうやってて、はい、はい、この前、あ、私が見て、あの今のところ知ってる情報でいうと、大橋のライブハウス、あれは見に行ったんですか、あ、演奏したんじゃなくて、昨日はですね、あれ昨日ですかね、つい最近のことですね、8月荒荘さんがと一緒にやるんで、はい、たまたまそれで、大橋の方に出てらっしゃったんで、それを見に行ったんですね、聞きに行かせて、なんか体に異変があったんだろうかと思って酔っ払いすぎて、なんか珍しく体調が悪い、多少体調があって、だけど今は大丈夫ですか、今は大丈夫です、あ、よかったです、よかったです、毎日は暑いからですねもう地獄のような暑さなんで10日間ぐらい熱出して、あ、ま、マジですか、あの10キロまでいかなきゃ5キロぐらいは痩せてる、ね、痩せて、はあはあ、で5、6キロ痩せてますね、うん、でまあ、それで復活したという、まあ、喉の具合は大丈夫ですか、喉の具合だと思うんだけど喉の脂も取れたかも分かんないです歌声が変わるかもしれないというですね、で今日は、どんな歌を一曲披露してもらえるんでしょうかね、今日はですね、ライブでもよく歌うですかね、この頃歌ってます、あ、最近、はい、なんかオリジナルと聞いたん で、はい、でタイトルがどうでもいいなんか自分どうでもいいって書かれると何を連想するかというと、郷ひろみの歌の第一歌詞で、うん、どうでもいいけどっていう歌があるんですよ、タラリラッタンって、あ、そうです、そうです、そうです、なんか
なんか そんなノリかなと思ったら全然違ったですね。彼は確か中学生ぐらいの子が自殺した時に、うん、あの生きる意味がわからないと、あ、めちゃめちゃ重くてすいません。そういう文章をリアリティのある、はい、残して亡くなった子がいたんですよね。あ、それに、はい、で歌を、だから生きる意味ってどういうもんだってその頃、まあ彼女は分からなかったかも分からないけども、うんうん、こういうものだよっていうのはっていう、はい、だからこういうものを少しは、うん、あ、先生たちじゃないけど私たちが伝えなきゃいけないのかないのかって言って曲に残したんですね。それを聞いてから今から聞くとなんかものすごく重くなっていきそうな気がしますけど、だけどまあそれがちゃんとあの中西隆さん の曲の中に生きてるということで、よろしくお願いします。でも早速歌の方に行ってみたいと思います。どうでもいい、はい、一人だけの拍手ですけど、いや全然調子いいじゃないですか、もう声の張りから最高の。いやちょっと ね体調が悪かったんで、ね、そんなの全然あの言わなかったら全然わからなかったぐらい、いやもう久々に すごいですね、なんか壮大な曲ですけど、すごい内容、中身の歌詞を聞くと、はい、それを思いますと、はい、はい、だからじゃあ歌うたびにやっぱ思い出しますね、はい、
福岡の人ですよ、亡くなったのは。あ、本当ですか。はい、女の子で。うん、はい、じゃあもう、まあ、泣いておりますね、入江料理長もね。うるうる来てると思います。うまかったっす。一応聞いてましたか、ちゃんと。どうでもいいよ。ありがとうございます。大抵きっとですね、8月も9月もこの歌をリクエストすれば歌ってくれると思いますので、はい、ぜひぜひ。サイエンさんは何日ですか。サイエンさんは8月19日ですね。8月19日、何日や、うん、でそれはちょうど1ヶ月後、ね、近い9月16日だから、はい、ちょうど1ヶ月に1回あるので。土曜日でしょ。どっちも土曜日になっております。はい、一番忙しい時です。そうです、そうですね、土曜日はちょっと忙しいですね。今度は入江さんのために日曜日やりましょうかね。そうです。いいいいいい、やめてください。だいたいここでできたら一番いいんですけどね。そうですよね、ちょうどいいぐらい響きますよね、やっぱ天井が高いから。松田町長と井上課長くどいとってください。中西さんが歌ってもらえばいいんですよ、みんなで。本当はやりたいですよね。やりたいですよ。ただ松田町長は多分まあ多分個人的にはいいって言うと思うんですよ。まあね、だけどちょっとまあそう。だけど見てもらえばいいんですよね。うこう一緒に見てもらうと、ああこれはいいことだっていうかね、これでこうで木山のためになると思ってくれればいいんですよね。木山のためにやってるんだ。そう、それをなんかすごい力説を、はい、力説をためにやってるんで、そのまま松田町長にお願いします。そう、もう責任は全部もう入江さんが取りますので。全てこっちに。だけどやりたいですよね、本当ね。いや、僕は本当に全然大丈夫なんです。外でもいいんですよ。はい、外でも。ああ、ここでもいいですね。で、日曜日とかは全然空いてるんですよ。うん、ただ金曜土曜、あ、土曜日がもうとにかく忙しいんですよ、マジで。まあそうか、そうか。もうとんでもなく。土曜日やね。うん、で、なぜ公共の施設だから。そうそうそう。っていうのがもう全体にあるわけです。全体にあるわけなんですよ。だから難しいんですよね。そうなんです。もうおっしゃる通りな感じですよね。で、松田町長は個人的には入江さんどうぞやってくださいねっていうことですよ。ところが町としたらちょっと公共の場にこれはないやろっていう、こう半分はそことか感覚わからないですね。なんか他のところの 町というか市とか、はい、なんかこうやりようによってはちゃんと全然いいことだからやってくださいって。だって自分とか充実の大会でほらアイドルの歌やったり、はい、音楽、はい、フォークの歌手呼んでやったり、あの開会式の時ですね、やってますもん俺普通に。まあその自分が主催者だからですけど、ね、ああなるほど、はい、でそこの部分が、うん、ちょっとまあ後ろが合宿所がある県っていうところもゼロじゃないんですよね。だから誰に迷惑かけるんだってことになるんで、そうなんです。だからそこはちょっとあの言う角度とか言い方とかで、そのなんとかしょいっぱい署名もらうとか、うん、たらいけるかもしれない。ちょっと今日はあの松田町長に会いますので、ちょっとしれーっと後ろからちょっと聞いておきますんで、後ろから聞いておきますんで。中西が言ってましたじゃん。うん、ああそうねっていうのも、いや、もうもちろんね。で入江さんが言ってましたったら、うん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 ってね、逆にうんってね、ダメダメからが言ってました。15日も町長わざわざ来てくれたんですよ。あ、本当ですか。はい、もうだから音楽とかも大体いつも木山でやるときには町長で来られてある、ね、時間つけてね、本当いつも町長いろんなところに顔出して ね、あの応援してくれますもんね。木山音楽隊っていうのもちょっとこう。今特に木山音楽応援隊というのを応援隊でしょ、作ってらっしゃる、うん、あ、じゃあちょっと今度あ今日ちょっと司令と聞いておきますんで、はい、このおあ思い本当の思いを聞いておきますので、はいはい、そんな感じでちょっと久々の中西さんでしたけど、はい、あのまだあの9月はまだ先なので、はい、まだあのちょっとこう この木曜日のこの時間帯またふらっとあのこの曲がいいとかこの曲を覚えたとか新曲とかいうのがありましたら、あのまた登場をお願いできたら、そうそう、ま、た9月の頭ぐらいに、あ、いいですね、よろしくお願いします。その時にはあのいいご報告が松田町長から聞けるかもしれませんので、はい、ぜひここでやりたいですですよね。はい、じゃあさようなら。どうもありがとうございました。